はい、えー、今回のテーマはですね。instagram で1ヶ月 instagram を活用して1ヶ月で200リストを集客した方法ですね。まあ、前回でその売れる商品の作り方っていうのをお話したんですけど、まあ、集客ですね。集客でまあ youtube が一番いいんですけども。まあ僕みたいに顔出せないとか。まあそのねがパワポを作ってね。画面キャプチャーの動画作れないっていう方だったりとか。 まあいろいろいるんで、まあ写真だったらどうなのみたいな。写真だったらできるでしょうみたいな。写真すらまあやらなかったらまあしょうがないですけどね。まあ僕もインスタグラム、YouTube 以外に今やってるものってインスタグラムをたまにちょいちょいやってるんですけど、フォロワーが今6000人ぐらいいますね。で、これは、まあ僕あの別チャンネル、YouTube でね、チャンネルは多分運営してるのが今、携わってるのが10チャンネルんえー、っと多分13チャンネルぐらいあるんですよ、YouTube。 一緒にあのややってるやつででその中でマスターマインドっていう一つのチャンネルがあってこれは中村さんっていうね投資家の方まああの1億ぐらい運用してたファンドもやってたファ,ファンドというかねまあそういうのもやってたんですけどまあガチの FX トレーダーですねでコンテンツ販売もしててたまーに LINE アット来るんですけどあのかなりあ LINE アットのね僕 LINE アット結構まあまあ発信するじゃないですか 中村さん、LINE アほとんど発信しないですよ。<laughs> ちょっとピッてやるだけで売れるっていうね。やっぱ本物はね、やっぱすごいなっていう。ちょっと、あの、販売しまーすみたいなね。最近なんかそ中村さんがね、無料プレゼントを始めて、あ、商品売りは、売るのかなみたいな。<laughs> でもなんかね、商品売ってほしい。前来たの中村さんのやつで、なんだっけな。ものすごい LINE が来てます。そうやって、90個ぐらいなんかスタンプ来てます。みたいな。そう。なんかもう、 中村さん、お願いします。コンサルしてください。とか、教えてください。みたいなね。向こうから商品を買わせてくれ。みたいな状態を作ってるんですけど、こう中村氏が、どうやってその、中村氏がね、この、インスタグラムでに、にゃ、さんこれめっちゃいいっすよ。みたいな。<laughs> 無料でシェアしようかな。っていう。でもね、話を聞いてね、まあ一緒やなと。と全部一緒やな。と思いましたけど。でも僕ね、その話を聞いて、あのー、 中村さんってそのメインアカのその中村さんの,えそのプライベート間のメインアカウントがあるんですよ。で別アカがあったらしくてでその別アカでやってたらしいんですよテストで。でそれどういうふうにやってたかっていうと話聞くと王道です。王道です。王道で何やってたかっていうとインスタグラムだけど投資のリスト投資に興味ある人をこう集客して200リストですよ1か月で。 200リストって結構すごくないですか無料っすよインスタって。でどういうふうにやってたかっていうとその結構ねお金系のインスタ結構まあインスタやってないと分かんないですけど結構 MLM とかね結構主婦がとかいろいろ副業とか結構あるんですけどそれの FX 版です。で顔出してないです。でどういうふうにやってるかっていうと写真で写真でねあの中村さんは現役トレーダーで、まあ、実際勝ってるんで。 あこれピップススれましたたよみいいなっていうスクショですねで、えー、こんぐらいあの行きましたとかど,ど,どれぐらいピップス取れてどれぐらいの利益取れましたっていうスクショをアップしてアップしてまあそこに文章バーってちょっと書いてで興味ある方はっていうことでそのプロフィールあのハッシュタグに関してあそうそうあとはハッシュタグですねハッシュタグはその自分と同じライバルいるじゃないですか投資でリスト集めてる人とかいるんですけどまあそれの うーんうまくいってるハッシュタグを完全パクるって言うん <laughs> 完全丸パクりっていう。で、その中にハッシュタグで、そのプレゼントは LINE アットへみた、LINE アットにプロフィール欄へみたいな。<laughs> そのプロフィール欄へ飛ぶ、そのハッシュタグかな。これ入れてるんですね。なんかそれ、クリックするとプロフィールに飛ぶみたいな。ちょっと、僕ね、それやってないんで、インスタグラム、ま、調べれば出てくると思います。ハッシュタグ、プロフィールとかね。 プロフィールに飛ばすハッシュタグ。あ、インスタのプロフィールにハッシュタグやアカウントをリンク付けする方法。これかなうん、多分これでいけると思いますね。まあ、プロフィールなんじゃないな。あ、投稿ですね。インスタグラム投稿、投稿ハッシュタグプロフィール。プロフィールにと飛ばすみたいな。 まあこれはちょっと調べてください。なんかその投稿、まあインスタグラムってリンクをね、プロフィール欄しか行けないんですよ。で、そこのハッシュタグをクリックするとプロフィールに飛ぶみたいな。プロフィールに飛ぶハッシュタグ。プロフィール、ちょっとちょ、俺、プロフィールに飛ぶ。プロフィール、飛ぶ。飛ぶハッシュ インスタグラム URL のやつでリンク誘導する方法。まあ調べればちょっと出てくると思いますね。プロフィール画面に URL のやつで。投とプロフィール画面。あった。ありましたね。あったあった。うん。投稿キャプチャーが欲しかったな。アカウント名はリンクになるため。あ アカウント名はリンクになると。なるほど。だから、ハッシュタグにそのアカウント名を入れるとリンクになって、その多分、プロフィールに行くんですね、はい。はい。これ調べれば出てきます。僕が調べたのが、えー、っと、今調べたのが、インスタグラムスペースプロフィールスペース飛ぶスペースハッシュタグです。インスタグラムスペースプロフィールスペース飛ぶスペースハッシュタグ。これで調べると、 グ、えーグルの1234つ目ぐらいにインスタグラムに URL 載せてリンク誘導する方法は SNS マーケティングのなんちゃらっていうのがあるんですけどこの記事の中に書いてありますね、えー、投稿でプロフィール画面の URL に誘導してアカウントの事例とこれのブログだと商品はプロフィールリンクからどうぞと一声添えてみたいな感じででそのプロフィールの えー、あ、じゃあすいません。これういいのかな。あ、ここか。うん。あ、そうだ。ここですね。東京購,入購入はこちらか。SIS ルーム。投稿のキャプチャー、キャプションであったアカウントリンク、購入はこちら。 まあ、とりあえずそのアカウント名にアットマーク入れるとこですね。インスタのアカウント名の前にアットマーク入れるとリンクになって、プロフィールにスムーズに飛ぶと。で、プロフィールに行くとリンク誘導できるんで、わかります。だからその文章パーって書いて、文章その投稿に対して、でもここ大事なんですけど、その、ただ稼げますよじゃなくて、まあ、やってる人はやってるんですけど、ちゃんと文章をちゃんと書くってことです。で、なんで勝てんのかみたいな。 で、文章バーって書いて、で、今なら無料プレゼントありますっていう風に文章を書いて、無料プレゼントあります、無料プレゼントはプロフィール欄からどうぞっていうことで、プロフィール欄のリンク、ハッシュタグ入れて、クリックするとプロフィール欄飛んで、で、プロフィール欄に LINE アットの登録してくれるとプレゼントありますっていうことで、リンクで誘導するって感じですね。で、あとこれも一つポイントなんですけども、あの、僕の場合はブログに飛ばしてるんですよ、今、直ブログに。 吉谷拓郎公式ブログに飛ばしてるんですけど、中村さんはどういう,ふうにやってるかっていうと、えっ、ー、とですね、あの、インスタグラムのリンクまとめっていうのがあるんですよ。インスタグラムの、に似た、インスタグラム、リンクまとめ、まとめさえ、プロフィールページ。これも僕知らなかったんですけど、その、なんだ、複数まとめてくる。あ、その、ポム。 っっててややつつでですす。ね。中村さんポムって使ってるんですけどポムポ,ポムミーかすいませんポムミーで調べてくださいポムミーでポムミーってやつがそのリンクをまとめられるんですよでその外観がインスタグラムに非常に似てるんですよだからそのプロフィール欄から飛ばした時にそのインスタグラムの外観と結構似ててで例えば自分が YouTube やってますよとかインスあの他の媒体やってますよってリンクをまとめられるんですよ 自分の SNS 自分のメディアをまとめられるんですけどそのまとめて中村さんの場合ブログとかもやってるんでそこにまとめてで下の方に、えー、プレゼントはこちらで LINE アットを入れるっていうだからワンクッションページですねあとここでポイントなのがワンクッションページですまあこれアフリエーターあの結構稼いでるアフリエーターの方とかね PBC アフリエーターやってる方はワンクッションページ作ったりとかしてるんですけどそのコンバージョンを上げるページですよね で、インスタグラムの外観と、このポムミーの外観が一緒なんですよ。一緒というか一緒ではないですけど、結構似てるんで、違和感がないです、ね。違和感が。で、そこに自己紹介みたいな感じで、まあ、そのポムミーのね、サイト行っていただければわかると思うんですけど、うーん、なんだ。結構そのインスタグラムにデザイン性が似てるんで、そのとんでも違和感がないっていう。で、あとね、このポムミー無料なんですけど、ほんとね、中村さんに聞いたら、こ,これなんか、 どこで収益化してんんすすかかポムミはみたいなんすか、ね、みたたいでいなね下にねちっちゃくポムミーって書いてあるだけでそんなそのポムミーのロゴをね強調してないんですよあんまりあんまりねなんか無料のこういうやつって結構そのねその自分のリンク貼りたいから結構ロゴをでかくしたりとかするんですけどデザイン性をちょっと優先してるっていうのもあるんでしょうねだからそのユーザビリティは非常に高いですねポムミーはうん ツイッターとかね、他のやってるんだったら、そのリンクもまとめられるしっていう。だからインスタから自分の各社メディアに誘導できるし、そこでそのプレゼントの詳細もしっかり書けるんで、プレゼントの詳細、こんなプレゼントもらいますって言って、ラインアウトにちゃんと飛ばせるっていう。これいいと。ポムミーは僕知らなかったんで、これいいと思いますよ。インスタにマッチングしてるんで。うん。まあ、それで200リストですね。 であとやることは、そうそうそう、あとやることは、えー、っと、もう、同じライバル言いますよね。同じジャンルのライバル。同じジャンルのライバルいるんですけど、それをベンチマークするじゃないですか。で、そこにフォローしてる人ですね。わかりますだこれに、だから A さんがライバルだとするじゃないですか。競合他者、競合の人。で、えー、めちゃめちゃあいいねとか集めてる人がベンチマークします。じゃあ、ここについてる人ですね。下の人。 ここの下の人ですねここの下の下人に、えー、見れるんですよでここの。だからこの人が投稿してる、この人 A さんがライバル。じゃあ A さんが投稿しました。じゃ投稿にいいねしてる人とか見えるんですよ。あとはこの人をフォローしてる人とか見えるんで、そこの下の層の人、興味あるこれ、これが見込み客になるんで、ここに、あの、なんだ、いいねしたりとかあ、フォローしていくってことですね。で、フォローするとフォロー返し来るんで。 でそうやってフォロワーを増やしていくっていう。しかもそのフォロワーの増やし方が見込み客になり得そうな人。だってここ,ここに興味あるわけですから。みたいな感じでやってるって言ってましたね。はい。だからこれ隙間時間にね、あの、ライバル見つけて、そのライバルから、あの、奪うみたいな感じですよね。<laughs> そう,そうまあそんな感じでやってるって言ってましたよね。はいはい、まあこれがまあインスタグラムでね、 中村さんが200リスト集めた方法になりますこれはまあ媒体がインスタグラムであって他でもか一緒ですよ大体は。やり方がちょっと違うだけで本質は一緒なんですよ。例えばあまあこれもお話ししたりとかするんですけど集客できない人っているじゃないですか。まあっていうか集客に悩んでますよね。じゃあ集客されてるところに行けばいいんですよ。まあこれは例えばセミナー例えばネットビジネスの アフリエ例えば自分がアフリエイトを教えてるとかねアフリエイトの教材を扱ってるでもうーん集客ができてないと商品売れてないと集客ができてないからねじゃあ集客されてるアフリエイトのセミナーに行ってアフリエイトのセミナーに行って自分もお客さんと参加して隣の人と仲良くやってあじゃあ僕こんなことやってるんですあそんなやえもうやられてるんですかみたいなあよかったらもうこのセミナー終わった後なんかお茶でも時間あればみたいなで仲良くなれば もうその人に売れるじゃないですかすでに集客されてるところに行くってことですねあと久保さんとかはあのライブとかやるとね昔ね「広島の久保です」みたいなもうすでにライブしてファンの方が集まってる見てるそこに自分が目立つように行くみたいな「広島の久保です」みたいなめちゃめちゃ昔コメント来てましたからねとかね だから、まあ、転売に例えるならば、転売ってなんで稼げるかっていうと、メルカリとかアマゾンとかヤフオクにアクセスがあるんですよ。あれ、アクセスなかったら売れないですからね。なんで初心者の人でも売れんのかって話で、そこにアクセスが集まってるからですよ。ただそれだけです。買いたい人が。買いたい人がそこに集まってるから売れるんですよ。で、それ,売れ、集まってなかったら売れないですからね。らこのの前僕メルカリでその アカウント初心者アカウントですね評価ゼロ出品出品の取引取引のゼロ評価ゼロのアカウントで2万7000円でカメラのレンズを売ったんですよ2万7000円って高くないですか2万7000円全く見知らぬ人にお金払いますどうですか僕ちょっと怖いっすよだって評価ゼロっすよ評価ゼロで <laughs> 2万7000円払うんですよちょっと怖くないですか でも売れましたからね、僕。で、それなんで売れたのかって言って、んオファーも結構来た。オファーも5件、オファーっていうのがメルカリにはあって、安く、値段交渉ですね、5件ぐらい来たんですけど、それはその買いたいっていう人が集まってるからなんですよ。だからとにかく安く買いたいと。まあちょ,ちょっと、でも写真見る限りでは大丈夫だよね、みたいな。こういう人多分大丈夫じゃないみたいな。写真見る限りで綺麗に撮ってるし、みたいな。多分大丈夫だろう、みたいな。で、それで、あの不安だけど買ったんでしょうね。 で、それは何で変われるのかっていう。そこに信用とか信頼なかったとしても、何で変われるのかっていうと、そこにもう、買いたいお客さんが集まっているからですよね。買いたいお客さん。じゃあ、セミナーに行った時って、もう、ね、アフリエートセミナー行ったら、アフリエートの興味あるんだっていう人が集まってるわけじゃないですか。もう完全、自分がその教材を扱ってるんだったら、完全もうその属性ですよね。そうじゃないですか。 でそのセミナーでバックエンドが販売あったら買う人いるいますよね多分そうじゃないですか、うん、だからその属性を属性を、まあ、さっきのインスタの話もそうですけど誰を集客するのかって話ですね自分は何の商品を売っててその商品は誰が買いやすいのかどういう属性なのかっていうじゃあその属性のターゲットはどこにいんのかって話ですよ だインスタグラムだったらもうすでにライバルがいて、ライバルが発信して、これに、この投資に興味ある人はそこにいいねとかしてるね、見て、ベンチマークして見てるわけじゃないですか。じゃあ、ここの人に対してフォローすれば、なんだこの人、あ、この人も投資やってるぞってなるじゃないですか。わかりますじゃあ、興味ありますよね。だから属性が一緒なんで、あのピンポイントで集客できますよ。だ僕の場合は特殊なんですよ。僕の YouTube のやり方は特殊で、 ありとあらゆる動画撮ってますけどもそれは本数が多いから何とかリカバリーできてる部分とお金の商品を扱ってるからリカバリーできるってお金の悩みはみんな持ってるんでどんな入り口から来てもお金の悩みは持ってますから9割9分お金の悩みですよで今後中村さんがうまいなと思うのがその多分今後多分また商品売ると思うんですけどなんだ前そのラインアットで書いてたんですけどそう さらには最近仕事や将来の不安年金2000万円問題の影響で資産運用トレードスキルの重要が非常に高まっています年金が足りないなら自分で資産運用して増やせって金融庁もひどいですよねということでオンラインサロンの詳細は後日お知らせしますあオンラインサロンやるのかそうそうそうオンラインサロンやるみたいですけどねだからその流れもそ,その、えー、日本の流れもそうじゃないですか今だからもう 年金大丈夫ですかって話じゃないですか年金ももらえないですよ多分もらえるもらえてもどうなんですかね多分まあ破綻そのあの制度がもう破綻してますからうんだから自分でやらないといけないわけじゃないですかってなってくると今はお金に困ってなくても将来年金大丈夫っていう老後のそのあれになるじゃないですかだから必ずほぼ9割9分の国民っていうのはねお金に対して大丈夫かなって お金に対してその興味は絶対出るはずなんで。てか、興味出さないとまずくないですかって話で。いや、いいんですよ、別に。年金もらえなかったらどうやって老後す過ごすんですかって話になるわけじゃないですか。今興味なくても大丈夫ですかみたいな。今お金あってもね、その後大丈夫ですかと。じゃあ、90歳まで、100歳まであなたが仮に生きるとしたら、いくら必要ですかっていうのを出していくと、あ、そんなに必要なんだ。足りねえぞってなるんで、絶対。 で、そうなると、今から準備してますかってっていうところの側面でもアプローチできますから、お金のコンテンツっていうのは間違いなく僕はこれから爆練すると思ってるんですね。まあこれから国がニュースとかでもね、あの多分あの、いいニュースっていうのは流れないと思うんで、財政がやばいニュース、消費税が上がるニュースだったり、税金が上がるニュースしかは流れますけど、なんか国民にいいニュースってあんま流れないと思うんですよ。ってなると、 多分不安になるじゃないですかじゃあ不安になったら動きますよねって話でお金に関するコンテンツを扱ってる人は結構有利ですねであとはあのお金プラスお金僕はお金ですけどあとはスピリチュアルですね精神的な部分だからお金か精神的な部分かなっていうまあこの精神的な部分人間関係の問題だとかそのあの自分のやりたいことが見つからない で、なんでこの精神的な部分のサービスが重要があるのかっていうと、その高度経済成長が終わって、日本は物があふ,ふ,あふれちゃってるわけですよ。昔より物が供給されてね、昔よりゆ豊か。戦争してた時より完全豊かじゃないですか。毎日芋すか毎日じゃがいも食べてます大丈夫ですよね。なんか毎日じゃがいも食べて、なんかその、あ、雨降ってきたやべえみたいな。なんかその、雨漏りしてるとかね。 うん、なんか家がないかんないいととかあんんま思うんですよ普通にまあバイトしててもまあどっか暮らしてると思いますしその水がないとかねそういうのも水道行けば水飲めるし水道行けばじゃなくて公園行けば水出るじゃないですか,、うん、だから昔に比べると本当の戦争やってた時に比べると豊かになってるんですよねだけど不幸せな人が多いんですよでそれなんでかっていうと心が満たされないんですよね でやりたいことが見つからないとかそのやる気がわかないとかね自分どう生きていけばいいのか分からないとか豊かになればなるほど精神的な豊かさがどんどんなくなっていくんですよそれがデフォルト基準になっちゃうんで昔はちょっとなゆゆそもそも豊あのものがなかったんで豊かじゃなかったんでなんかスイカ食べただけでねおいしいみたいなうわーみたいなパインパえパインだみたいな分かります バナナだすごいみたいな今バナナが100円ですからねなんかバナナに感動します、ね、多分バナナに感動する人なかなか100円のバナナ食って感動できる人いないと思うんですけど昔あのなんだっけな宮崎駿さんのやつだっけなあのホタルの墓だホタルの墓ま、まあ、ない3回ぐらい泣いたんですけどホタルの墓で確かバナナのシーンあったかななんか食べるとわあすごいみたいなあるんですよでも今その感動しなくないですかバナナ食ってもなんか だから昔はなかったんで、ちょっと出るだけですごくそこに幸せだったりとか、すごいみたいなのあったんですけど、今はもう、iPhone がすごい出ても、感動します。昔はね、iPhone 出てたらすげえな、みたいな思ったんですけど、あんま変わんなくないみたいな。<laughs> iPhone もさすがにもう、あんまもうさすがに変わんないですよね。どうすか。昔の感動ないですよね。うん。もうさすがにあれ以上革新的なものはもう作れないのかな。だからもう、 iPhone から変わるとするならばやっぱメガネ式のねメガネ式の方が出てでもこれももういろいろ問題があるんで市場に出回るまでどれぐらいかかるのかわかんないですし、ね、そのだから、まあ、こうメガネかけてね g o Google もとかも開発してるっぽいんですけどねメガネかけてここに全部出てきてこうなんかこう全部ここでできる目で目を追うだけでなんか全部できるとかね、まあ、そういう時代になってくると思うんですけど多分もう端末はもう限界があるのかなと思うんですよ。 この端端末末 iphone という端末だから次のアップデート次世代のアップデートっていうのはこの端末から脱却した時だと僕は思いますもう端末にはね多分ねそこそこ限界があるのかなとであとは端末なんだけどなんかタッチすると 3D で出るとかねかそこまでいったらまたちょっと進化するかもしれないですけど多分もうある程度出回っちゃってるかなっていううんだからもうなんか物が溢れてるんでその 感じれないんですよ。だから精神的なスピリチュアル。まあ、うちの熟成さんでもね、この、今年の3月1000万ぐらいあげましたけど、それもスピリチュアルですよね。まあ、カードっていう、リーディング、カードリーディングみたいな感じなんですけど、まあ、その悩み、その心の悩みですよね。そこを改善するという商品ですね。だからこれも売れます。今後。だから、このお金の悩みか心の悩みですね。お金の悩みか心の悩み。これがもう絶対間違いないです。間違いないですね。<laughs> これさえやっとけば間違いないです。 えそうじゃないですか絶対来ますよね。<laughs> これからニュースでもバンバン流れますよ。年金の問題も。あの消費税が10月に上がるのかな。またそうしたらめちゃめちゃ。で、今回の消費税はなんか、ややこしいらしいんですよね。なんかその、店内でやる、店内だと10%、店内から持ち帰ると8%とか、なんかちょっとややこしいんですよ。とかね。まあ、それもどうなるか分かんないし、統一になるかもしれないですし。まあ、そうやってまあニュースとかでもあおられると思いますから。 まあお金の問題はね尽きないですよ。うん、ああ僕はいろんな入り口でいろんな動画撮ったとしてもコンテンツがそれを扱ってるのでいけるって話です。で、あの違うね、もし違う商品を扱ってる。まあこれお金の悩みと人間関係の悩み。あ、心の悩みですね。お金の悩みと心の悩み。まあこれもリンクする部分ありますけどねそう。お金がないから心が悩んでるみたいな。心が満たされないっていうのもあるし。 いろいろこうリンクしてる部分もあるんですけどだからもしこれ以外の商品を扱ってるんだったら本当にターゲティングをしっかりしていかないと例えばそのうーんなんだあ僕の熟成さんでもいますけどあのなんだ例えばあ例えば例えば例えばこの人か 生体とかやってる生体とかやってる施術とかやってる人とかまあ僕の塾生さんでその施術というかその生体のオーナーオーナーというかマッサージのオーナーさんが何人かいるんですけどまあそれはもうなんか体の肩が痛いとかね四十肩だとかなんかヘルニアだとかまあその悩みを改善したいじゃそこのピンポイントのお客さんを探さないといけないですよね。 だそれのピンポイントのお客さんを集客していかないといけないんで、じゃあ、そこを、そのお客さんどこにおんのっていうのを探していかないといけないさ。そのお客さんはどこにいるんですかっていう。ライバル。じゃあ、その、例えば、例えばですよ。まあ、その、肩こりが治る方法っていう動画にコメントをしてる人ってどうすかお客さんじゃないですか。肩こりが治る方法とかね。腰痛とかね。 そこの動画にコメントしてる人ってもう見込み客になり得ますよねとかじゃあその動画に興味があってその動画が再生されてるんだったらえじゃあ同じような動画を作れば、えー、同じような属性のお客さん集客できるよなとか、うんまあ、考え方はインスタでも YouTube でも Twitter でも大変わんないですけどね誰が何を見てるのか誰が何に興味あるのか かります誰が何を見てるのか誰がどんなのに興味あるのかわかりますだからそこをさえ見ればそのここの下,下の層ですよねでもほとんどの人ってここを見てるんですけどここを見てもいいんですけどここの下の層がお客さんですからねこの人お客さんになりますだからこっからパクるものってネタなんで、うん、この人が発信していて ああ反応がいいものだったりとかこうやってやるのかっていう自分が発信する上でのネタはパクれるわけですよこっから。でさらに言うとここの下についてる人が見込み客になりますからここの人をあなんだ、うん、見ていくっていうここのところも見ていくってことですね。はいまあということでちょっといろいろとお話ししましたけれども、えー、今回ですねまあ結構こ,んあのこのシリーズはねちょっと 集客だったりとか商品の話ちょっと中級・上級の話をしていこうかなとは思いますけど、まあ、販売する商品がそんな感じなんで、まあ、今回販売する商品が、えー、24時間限定で販売しますけども、えー、鹿児島で5万円でやった、まあ、ワンデー合宿みたいなね鹿児島に泊まり込みで来ていただいたんですけどそこで鹿児島でね100万以上稼いでる人が、まあ、3名参加していただいて5万円でやったセミナーがあるんですね、まあ、その映像を今回販売します まあ以前販売したことあるんですけど多分フロントでは出してないのかな,なんかアップセルとかでね多分昔出してたんですけどフロントでは多分出してないのかな多分出してないような気がするんでうんだからまあほんと100万200万を狙いたいっていう方は今回の映像はほんといい内容になってますんで僕自身もセミナーまたやりますよ今度セミナーを7月の7月の20日 21、24日、7月の20日京都、7月の21神戸、7月の24日茨城が、これセミナーやりますけどあの、基本的にセミナーやると初心者の方が多いんで、でその今回販売するやつは、うん、参加者の方が初心者いないです。なんで僕も話す内容が濃かったなっていう。で、参加者の方は5万円だったんですけど、50万の価値がありましたとは一応言っていただきました。50万のの価値があったものを いくらで販売するのかは、まあ、LINE アットに登録していただいた方だけにご案内しますんで、はい、では今回のテーマはこれで終わりたいと思いますありがとうございます